どうもこちゃこちゃと豆まき大好きこっちです。よろしくお願いします。はい、今日は10個のガチャガチャを回収していきたいなと思います。はい、明日はフフフンということで、うん、うちらフフフンって言ったら恵方巻きを食べるっていうのがまあ習慣的にもありますけど、うん、まあ豆まきはさ片付けが大変やからさあんまりやらへんけどな。やりたいのやりたいよな。うん、そうこちゃこちゃに思いっきりファーンとな。アホか、何でやられなあかんねん。いやでも家で鬼みたいな顔してるんだじゃあ早速ガチャガチャ回収していきます。それではどうぞ。こちゃこちゃ1個目、オープン。ラインナップはこちら、ご当地牛乳コレクション、小祝農業37牛乳、毎日牛乳、農協牛乳、有搾り、落語カフェオレ、名湯牛乳。さあ今回買ったのは冷凍牛乳の瓶の方当たりました。こんな感じでね、ビニール系のやつがなってるわ。これ中は液体は入ってなかったけど、ここ中は真っ白になってて牛乳が入ってるようになってます。でなんかボールチェーンのとこにすごいの牛乳っていうネームも入ってました。こんな感じで冷凍牛乳でした。2番オープン。ラインナップはこちら、タフ組弾力マスコット、タフ組エナジーゾーンネオ、タフ組グレーピーパンチ、タフ組レモンラッシュ、タフ組メガ。私も買ったのはタフ組グレーピーパンチ。パッケージはこんな感じでさ、めっちゃリアルじゃん。ただあのチャックみたいなあの止めれるところはない感じかな。ほら裏もすごいでこれ、もうそっくり。ただちょっと書いてあることは違いそうやけど、もう見た目はそっくりやね。で、ここ膨らんでるやんか、グミ入ってんねん。おー、いいね。グミがな、2粒入ってる。こんな感じで、タフグミでした。3個目、オープン。ラインナップはこちら、トムとジェリー、ヤミーフードコレクション。サンドイッチに挟まれたトム、サンドイッチに挟まれたジェリー、クリームフォーラルおやすみジェリー、フルーツサンドに挟まれたタフィー。さあ、今回当たったのは、フルーツサンドに挟まれたタフィーが当たりました。ここ挟まれとるわ。かわいい。こんな感じでね、フルーツサンドも2個入ってて、こういう感じの生地になってます。お、後ろもちゃんと見えてるやん、クリームが。いやー、なんで挟まれてんねやろっていうぐらいの、ちょっと顔も可愛くて。こんな感じで、フルーツサンドで挟まれたタフィーでした。4つ。オープン。ラインナップはこちら。牛乳石鹸、ミニチュアチャーム。赤箱、青箱、初代赤箱、フローケ、牛さん。私も買ったのは、初代赤箱。これ初代ってことは一番最初のやつやってんな。なんかちょっと深い赤やな。こんな感じでな、牛のイラストが書いてあるよね。めちゃくちゃ牛乳垂れとるやん、これ。で、こんな感じです、周り。シンプルな四角形に、こういった感じのイラストをつけてある感じですね。で、石鹸。これ、こんな感じ。これはさ、初代じゃなくて今のさ、石鹸とさ、同じような感じはな。これはあんまり変化なしかな。こんな感じで、初代赤箱でした。5個目、オープン。ラインナップはこちら、間取りキーホルダー。大学生の部屋、おじいちゃんの部屋、大御所俳優の部屋、歌手の部屋、縄文人の部屋、駆け出し芸人の部屋、宇宙人の部屋、4人家族の部屋、シークレット。さあ、今回当たったのは、大御所俳優の部屋が当たりました。こういうマトリのキーホルダーって初めて見たからさ、めっちゃいいよな。こんな感じでさ、キッチンがあって、25畳もさ、LGK やねんで、広いやん。で、バルコニーもあって、わあ、こういうとこのお風呂とか洗面台、トイレ、寝室。いいね、こういう家に住んでみたいわ。で、裏見るとプールもあるらしい。さすがさ、金持ちの家やな。こんな感じでマトリキーホルダーでした。6個目、オープン。
ラインナップはこちら。丸源ラーメン、熟成醤油ラーメン肉そば、熟成醤油辛肉そば、鉄板卵チャーハン、お子様ラーメン、丸源餃子6個と泥だれラー油、ライト看板。私今回だったら、お子様ラーメン。これはね、こんな感じでメニューのシールがついております。そしてラーメン、こんな感じよな。子供おらんから頼んだことないけどさ、メニューの写真では見たことあります。ほら、海苔もすごい、ほら、出てんで、ちゃんと海苔。このラーメンの感じよな。ほんで、なぜかさ、この豚のさ、この、かまぼこみたいな感じ。で、これコーンも入ってるのかな、これ。で、器もほら見て、この可愛らしい感じの器。で、お子様ラーメンには、おもちゃついてきますよね。水笛小鳥って書いてあるわ。こんな感じで、お子様ラーメンでした。7個目、オープン。ラインナップはこちら。星のカービィ、まんまるマスコット、カービィ、カービィスリープ、ワドルディ、ワドルズ、メタナイト。さあ、今回当たったのは、アイリー、ワドルティが当たりました。こんな感じでめっちゃ可愛い。このなんとも言えへん表情が可愛いよな。で、こっちはさ、足がさ、なんか開いてて歩いてる感じ。で、後ろもこんな感じで、可愛いで。こんな感じで、ワドルティでした。8個目、オープン。ラインナップはこちら、マルゲンラーメン。先ほどと同じですね。私今回やったら、ライト看板。いいね、看板やで。これ裏と表とな、シール貼って同じデザインです。これはすごいな。もう丸源ラーメン再現できますやん、店。もう光らすで、早速。はい、今ちょっと明るいからさ、こんな感じやけどさ、多分真っ暗にしたらこれめっちゃ綺麗になっちゃう。こんな感じでライト看板でした。オープン。ラインナップはこちら。先ほどと同じです。あー、今回当たったのはワドルズが当たりました。すごい目が出てんね。やばいやん。さっきのワドルディはさ、マリオで言ったらクリボーみたいにさ、歩いてるだけの敵やけど、こいつは目からビーム出してくる。へえー、結構強いんちゃん。で、こんな感じでね、まん丸してます。で、ここにな、頭だけはなんかちょこんってあるわ。こうやってなんかやっぱ一緒にしたら可愛いよな。こんな感じで、ワルズズでした。ラスト、オープン。ラインナップはこちら。喋る印籠。控えよろ、この紋章が目に入らぬか。静まれ静まれ。お願いだから静まって。それを言っちゃおしめよ。こちらにおわす方をどなたと心得る。成敗、証拠は上がっておる。観念せえ。無念功でござる。無念功でござる。怒っちゃいけねえよ。果たして今回だったら、さよう、この紋章が目に入らぬか。これ一番、ちゃんとしたやつ当たったんちゃう？他のやったらさ、このマークになんか文字書いてあったりしてたからさ、これはいいなぁ。で、こんな感じやね、紋章は。もうだいぶ大きい、分厚い感じになってます。さあ、早速、音聞いていきましょう。光よろ、この紋所が目に入らぬか。音楽も鳴るんやね。しかもこの紋章じゃなくて紋所でしたね。こんな感じで喋る印籠でした。はい、こんな感じで10個のガチャガチャ開封してきました。はい、今回のさ、キャラクター系やったりさ、まあ、丸源が当たったり、で、また面白いお菓子も当たったりして、よかったなと思うわ。で、今回私がいいなと思ったのは、間取りキーホルダーですね。これはもう一回回したいなっていうぐらいの面白さがありました。これ見てたらさ、一人のさ、部屋やのにさ、ウォークインがさ、あったりさ、クローゼットがあったり、服がたっぷりの人が住んでるかなと思ったり、こういうの見てるのが好きやから、これがいいなと思いました。こちら今回良かったなと思うのは、こっちは今回いいなと思ったのは、喋る印籠。こっち結構こういう歴史系のやつも興味あって、いいなと思ったのと、なんて言ってもね、この喋る音が面白かったね。はい、皆さんもね、こういう面白いのあったらガチャガチャで回してみてください。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録、評価、よろしくお願いします。これなら、バイバーイ。バイバーイ。